はい、こんにちは、レトスの野です。今回なんですけれども、憲兵率の制限が適用されない場合について解説いたします。で、今回お話しする内容は前回お話しした憲兵率の緩和に関するルールとつながってきます。憲兵率の緩和でもお伝えをした内容が一部含まれているんですね。それはどの部分かっていうと、丸1番の部分です。まあ、これについては後々ちょっとお話しさせていただきます。で、そもそも、憲兵率の制限が適用されない場合って、どういった意味なのか。これをまず解説します。憲兵率の制限が適用されないということは、憲兵率が 100% だっていう意味なんですね。憲兵率 100% ってことは、100平米の土地があったら、建築面積100平米の建物を建てることができるっていうことなんですよ。言い換えれば、この100平米の敷地に対して、敷地いっぱいいっぱいに建物を建てることができるということなんですね。これが憲兵率の制限が適用されないっていう話なんです。じゃあ、それはどういった場合があるのか、大きく分けて3つの場合があるんですね。で、まず1つ目。一つ目は、ある土地があって、その土地が憲兵率10分の8って指定されていた。で、かつ、ここが防火地域にも指定されていた。で、その土地に耐火建築物等を建築する場合。この場合は、もう憲兵率の制限がなくなって、憲兵率が 100% になるんですね。憲兵率 100% になるということは、言い換えれば、憲兵率10分の10だっていうことなんですよ。で、ちょっと振り返ってもらいたいんですけども、憲兵率の緩和のところでお伝えしたんですが、防火地域内の耐火建築物っていうのは、まあ、耐火建築物等ですねっていうのは、憲兵率がプラス10分の1緩和されますよってお話したと思うんですね。10分の1プラス10分の1っていうことは、これ計算すると10分の8プラスここが10分の1だから、足したら10分の9にしかならないんですよ。90% なんです。でも、これは例外として10分の10になるんですね。100% になるんです。ここはもう覚えていただくのが早いと思いますんで、これは覚えておきましょう。この3つが揃って初めて憲兵率 100%、憲兵率の制限がなくなるんだってことですね。ここは頭に入れておいてください。で、2つ目。2つ目は、巡査派出所、公衆便所、公共用ホロなど、こういったものを建てる場合、憲兵率ありません。これ、交番ですね。巡査派出所って交番です。駅前にちょこんとね、あったりするじゃないですか。交番、ちっちゃな交番。まあ、ああいったイメージですね。で、公衆便所。まあ、これもイメージしやすいと思うんですけども、まあ、公衆用のトイレですよ。まあ、それも憲兵率はもう関係ありません。あと、公共用ホロ。まあ、これがね、ちょっとわかりづらいんですけども、これ、大きな駅前行くと、多々あるんですが、駅があって、駅から、まあ、ビルがあると。そこを結ぶような、なんだろう、道路の上とかを通ってるような、歩く道、屋根があったりしますが、まあ、その横側っていうのは全部、こう、吹き抜けみたいになってるんですよね。床が、床っていうか、ちょっと道っていうのかな、まあ、空中に浮いてますけども、下に道路が走っていて、上をタカ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 歩くような、まあ、歩道。そういったものを表します。で、これらすべて、まあ、公共用のものなんですよね。まあ、ここに公共用って書いてある通り、公共用の歩道。公衆便所もこれ公共用ですよね。で、まあ、巡査派出所、交番も、まあ、公共用ですよね。まあ、そういったものについては、まあ、憲兵率は適用されませんよっていう話です。で、続いて、公園とか広場、道路、川などの内側、中にある特定行政庁が許可した建物については、これも憲兵率の制限が適用されません。公園の中にある何かしら建物、広場にある建物、まあ、道路の中にある建物、まあ、これあんまりないですけどね。これもそうですね。川の中にある、川の上とかにちょこっとあったりする建物、工作物とかですね。まあ、そういったものについては、特定行政庁が許可したのであれば、それはもう憲兵率の制限ありませんよっていう話です。もうこれも覚えちゃったらいいです。もう特定行政庁が許可してるんだから別にいいでしょっていう話なんですよ。もうこれ知事とかですね、行政がもう許可してるんだから、もうこれについてはもう憲兵率なんか考えなくてもいいですよっていう話です。もうこのあたりはもう覚えるだけで全然構いませんので、この3つですね、大きく分けて3つについては頭に入れておきましょう。で、初めにも注意した通り、1番ですね。1番だけはこの3つすべて満たして初めて、憲兵率がなくなるってことだから、
例えば憲兵率10分の8かつ防火地域内の準耐火建築物とか準だったらダメなんですよね。まあそういった部分ですね。この3つ全て揃って初めて憲兵率の制限がなくなるってことだから、まあその点ぐらいは注意しておくといいんじゃないのかなと思います。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。